いやー、合流したね、パラノマサイト実況プレイ、つつみさんシナリオですね。つつみさんシナリオを進めていってるんですが、坂崎やっこ来たよ。まあこれで坂崎やっこシナリオがねなくなっちゃうっていうことはないかなと思うんで、一時的にね2人が交差しているのかなっていう感じはしますけどね。いやでもテンション上がるよね楽しいっすよね。まあこのね2チームは割と大目的は同じ方向性かなっていう気もするんで、みおちゃんがいるからね、全然違う行動原理でね動いてる春江さんがこれからどうやって関わってくるのかなとか想像するとそれだけでもご飯3杯食えるかなっていう感じしますけど、続きやっていきましょうか。エリオとはもう話し終わったんだよね。先に坂崎やっこと話すか。今軽く紹介してもらった坂崎やっこという女性とクロスズと一緒にいたが、もしかして友達か。友達？まさか。まさかじゃないでしょ別に。もし友達だとしたらおじさん嬉しくなっちゃうぞそういう気持ちになるんかね。俺はクロスズの印象が悪くなるような発言は慎んだ方がいいかも。優しい優しいな、親心を垣間見せてくるな、ちゃんみおに対しても。話しかける前にこっち見ておきますか。クロスズみお、身体の室長が発掘してきた娘、修行と称して心霊案件の調査や解決を無償で手伝わされていると聞いている。俺から見たら元上司の弟子という関係だが、身体在籍時は何度か世話になったりもした。ああ、常に一緒に行動していたとかそういうレベルではないんだ。まあそんな感じなんですかね。おとなしそうに見えて非常に強い霊感と狡猾な霊どもにも屈さない頭脳や度胸を持つが、どうしても暗いってイメージがつきまとうのは何なんだろう。堤さんまでそれはちょっと微妙。チェックつかない。暗い印象はあるが優秀な霊感を持つ娘、ただやはり暗い印象は拭えない。なんか言うんじゃ、うん。でやっこちゃんと喋ります。え、私、あの詳しい話はみおちゃんから聞いてもらった方がいいかと。そうだよねごめんね。あ、でもチェックはつかないけどこの感じってことは、なるほどね。で、お前さんは今何をどこまで把握できているんだ。とりあえず分かっているのは、昨晩0時頃に霊野菜、何者かが呪力を増幅する霊野菜を発動して本庄七不思議の呪いを呼び覚ました。その理由は、蘇りの秘術を使うのに必要な再婚を呪術を使えない人でも集められるようにするためだと踏んでいます。ああ、そこは俺も同意見だ。ついでに言うと、本所七不思議の呪いは全部で9種類。霊野祭の発動時に七不思議のゆかりの地に近くて、かつ蘇りの秘術を強く求めていた者に呪詛玉が現れた。スミさんは求めていたの？そこまだ謎なんだよね。呪詛玉は最初に手に入れた落ち葉なき死を含めて今俺が3つ持っている。おお、すごい、3つも。すごいっしょ。こちらは呪詛玉の一つ、バカ林を後ろにいるヤッコちゃんが持っています。あ、どうも、後ろのヤッコちゃんです。そいつが？大丈夫なのか？できれば今ここで俺が預かりたいが。昼間は霊野祭の影響もないですし、ちょっと思うところもあるので。ああ、ミオちゃんほどの人がそういうのであれば。わかった、お前さんがそう言うなら、バカ林については任せておく。そうなるか。本当はまあ、堤さんの立場からするとね、受け取った方がいいんでしょうけど。堤さんは、呪詛玉の回収をお願いできますか？私は霊野祭を止める方法を探します。わかった。そこは手分けした方がいいだろう。他の貸り主に心当たりはないか？どこかで遭遇したとか。この二人は、まあ学校でか。それなら昨晩学校で、その話しちゃう？夜中に学校？奥田さんの話はでも伏せた方がいいような気もするけどね。本人的には伏せてほしいと思ってるはずだが。あ、はい、実は。なるほどな。
へえ、二人でこっくりさんやったんだ。その話そこに食いつくんだ。いいなあ、いいよね。そこで呪霊と出くわしたわけか。よく生き残れたな。うん、どうにか条件は踏まずに済んだみたい。その時の呪霊は片手と片足がない女の人の姿をしていました。あ、繋がるね、ここでね。なんだと、片手と片足がない女性が関係している七不思議っつったら、片刃の足だな。そりゃ片刃の足じゃねえか。やべえぞおい。え、何がやばいんですか。バカお前、片刃の足のかしり主っていや、林タバコもここに出てくるか。波垣の被害者ですよね。いや、ねじまなんだわ。ねじま文親が自分で言っていた呪いじゃねえか。あ、そうでしたね。え、そうだとしたら、昨晩この学校にねじま文親がいたかもしれねえってことだ。もちろん嘘ついてる可能性もあるが。ねじまって誰？みおちゃんも知らんか。さあ、うん、あ、考える変わってるかな。寿司の話失礼しました。まあ寿司のこと考えますよね。じゃあねじま文親のこと。実はねじま文親って悪党がこの霊夜祭に乗じて、今日の日没時に大量に呪い殺すって予告を。それに警部さんの娘さんも命を狙われていて。ってわけで全力で捜索中だったから、正直ねじまの手がかりは助かる。改めて確認してが、昨晩学校にいたのは誰だ。私たちが把握してるのは、言わざるを得ないかな。城之内先生と同級生の久田さんかな。ここで警察に喋ったことがバレたら、信頼はされないだろうな。あとは清宮のおっちゃんもいたよね。今言ってた奥田って2年生の奥田ひとみさん。はい、そうですけど、2年 A 組のボス。昨夜この学校にいたのか。この2人も接触したいとは思ってんだもんね。あの奥田さんとはさっき会って話しましたけど、かしり主ではなさそうでした。会って話した。あ、はい。それはそれでちょっと話を聞きてえな。奥田さんは警察はすぐ自分を疑うので話したくないと言っていました。なのでむやみに疑ったりしないと誓ってもらわないと話せません。なるほどな。そこは安心してくれ。別の事案だ。別の事案、もしかして吉見っていう警察官の件ですか。知ってるの。奥田さんは吉見のことなんか言ってた。はい、じゃあその話も。おお、どんどん情報が共有されていくね。まあ上からいきますか。昨晩学校にいた人っていうと、ちょっと不確定な情報ですけど、もう一人いて、お下げ髪の女か。他にもいたのか。実は奥田さんは昨晩城之内先生が呪い殺される場面を目撃したらしく。なんだと、情報多いな。その時の様子だと。城之内は白石道夫に呪い殺された。その目撃された女性との人影が白石道夫だったってこと。はい、状況だけ聞くとそうとしか。もう一人かしり主が学校にいたってことか。実際城之内が呪いで死んでいるわけだから、そうなんだろうな。白石道夫かはともかく。ボス、まさか白石が化けて出たってことは、ほら、さっきの話もあるから、きっと恨みが。落ち着け。心霊現象が実在するからって、何でもありなわけじゃねえ。ねじまがいて、城之内を呪い殺した可能性も十分にある。さっきの話？殺され方見るとねじまではないんだよな。ところで、その足宮って公務員だが、何歳だ？いつからここで働いてる？さすがに年齢はわからんよな、公務員さん。どうしたんですか急に。いつから働いてるのかは気になるね。私は転校してきたばかりだからよく。後ろのやっこちゃんは？50代くらい。だいたい半年くらい前に来ました。
半年か。それより前に何をしていた人なのかは謎で、みんないろいろ噂していました。なるほどな。なんかというおかげで大体見えてきたな。え？一つ教えておくと、名前が広まりすぎた犯罪者は、無所からシャバに戻った後、通名を使って仕事を探す例も多い。きちんと社会復帰を目指すには、その名前が邪魔になる場合があるからだ。え、まさか。エリオ、現場の捜査官に公務員を確保させろ。夜勤ならまだ宿直室にいるかもしれん。いるかな？はい、すぐに。でも公園にいる堤さんに電話してこれたっていうのはどういうことなんだろうな。ボス、ダメです。宿直室は朝からもぬけの殻だそうです。もともと事情聴取のために公務員の足宮を探していたそうですが、見つかっていません。ええ、これは間違いねえかもな。一つ確認しときてえが、足宮の顔写真は残ってねえのか。俺の資料には載っているが、そういえば足宮のおっちゃん、写真撮られるのすごい嫌がっていて、ずっと逃げ回ってた。そうなんだ。エリオ、足宮を緊急手配だ。逃がすな。はい、本部に連絡します。緊急手配か。お、変わったね。さすがに城之内が呪い殺されたのはほぼ間違いないとしても、その死因が気になる。呪いの由来と死因は関係している。そこも手がかりになるだろう。そうなんだよね。まだか。なんかすごい展開になっちゃった。足宮のおっちゃんが過去の凶悪犯だとか、ちょっとまだ飲み込めないんだけど。しかもかしり主、怖い。無理無理。学校とかそんなやつを一番働かせちゃいけない場所じゃないですか。被害がまだ出ていないならいいが。ああ、そういや、私ゆうべ足宮のおっちゃんに呪詛玉見せちゃったけど。何？そいつ危ないかもな。ねじまはいちいちかしり主を狙う必要はねえって言ってはいたが、無事でよかった。あれ、じゃあ廊下でミオちゃんを襲ったのも足宮のおっちゃん？そうだね。あ、私ミオちゃんがまだ校舎にいるってこと？言いそうだった。言っちゃった。世界線も見ているからな。え、そうなの？危なかった。言わなくてよかったかも。実はギリギリだったのかもな。ギリギリでしたね、実際。怖いな。早く見つかってほしい。頑張れ、国家権力。霊野祭の黒幕。この霊野祭を止めるにあたって、今回の秘術や七不思議の呪いがどのように生まれたものなのか知りたいんですけど。ああ、だったらあの気難しそうな研究者が一番詳しい。荒石先生？はい、荒石先生ですよね。どうにか話を伺いたいんですが。おう、そうか。この学校の講師だから、あんたら顔見知りなのか。生徒が訪ねてきたなら話してくれるかもしれんな。荒井先生がどこにいるかご存知ですか？なるほどね。この二人から聞くのか。わかる、聞いた。俺らじゃ詳しく話してくれねえ。お前らちょっと訪ねてみてくれ。奴はいつもこの喫茶店で書類を書いている。亀沢の喫茶店、黒木橋ってとこですね。ありがとうございます。行ってみます。まあ、手分けはしそうだな、やっぱな。でも、高速で喫茶店の立ち入りは禁止されていますけど。そうなんだ。かまん。いや、その権力は持ってないと思うんだが、俺が許す。ありがとうございます。それでいいんだ。ね。黒幕ね。何者かが意図を持って今回の事態を引き起こしたはず。なんとか突き止めたいです。ついた、チェック。奥田ひとみのこと。奥田さんは吉見という警察官から頼まれたことがあると言っていました。頼まれたこと。吉見からお守りを預かった。エリオはなんか知らない？はい、それと白石さんが持っていたはずのもう一つのお守りも探してほしいと。何のお守りでしょうか、ボス。思い当たるものはねえ。吉見が死ぬ前に危険を察知して頼んだなら意味ねえってことはねえだろうな。白石さんの遺留品にお守りっぽいものはありませんでした？
確認してみるが、そこにあったならヨシミがとっくに回収しただろう。ああ。中越クイル。中越クイルに聞けばわかるか。お嬢さんたち、奥田さんの連絡先は教えてもらえないかな。できればヨシミやお守りについて直接会って確認したいんだけど。まあ、そうなるけどね。どうでしょう。ヨシミさん以外の人に心を開くことはなさそうでしたけど。俺らじゃダメかな。ヨシミとは友達なんだけど。長澤まゆか。エリオさんたちはそんな怖い人じゃないとは思いますけど。やっぱどうしても自分が疑われるっていう気持ちが拭えないみたいなので。正直なところ、私たちに対してもだいぶ警戒している感じだったから。無理でしょうね。そうか、そんなら。例えば、ヨシミの婚約者ってやつならどうだ？会ったこともあるんじゃねえか？ああ、婚約者さんとは会ったことあるって言っていました。そうですね。その人ならもしかしたら話してくれるかもしれないです。なるほどな。捜索を急ぐか。行方不明なんだよね。連絡つかないんですか？それは心配ですね。長澤まゆってのがヨシミの婚約者だ。そいつを見つけたら連絡させる。わかりました。その人になら奥田さんの連絡先を伝えます。あとそうだ、堤さん、奥田さんが言うには、もしヨシミさんの身に何かがあった時はそのお守りを本庁の中越さんにって話をされたそうなんです。何ってことは中越案件か。ふむ、ヨシミがどうしてそれを確認してもらえますか。ああ、一応聞いてみるが。あそこな、連絡つくのかどうか。そんな感じなの。もしかして身体関連の人ですか。まあな、中越ってのが室長なんだが、いつも不在なんで正直よくわからねえ。不在なんだ。そうか、なんかヌエがいるって言ってたっけ。存在自体が秘密というか、シンボルっつうか。俺も直接会ったことないんだ。へえ、どういう人なんだ。よく知らん。とりあえず身体の担当事案を関係者は中越案件って呼んでいるわけだ。ちゃんみおは？ちゃんみおは会ったことあるんだよね。え、どういう組織なんですか、それ。まだか。奥田さんが探しているっていうお守りが重要な鍵なのかもしれないですね。鍵っぽいよな。ここは変わらんか。みおちゃんとは話し終わったから。お、さっき言っていた白石みちおの話って何ですか？恨みがどうとか、みちおちゃんのこと何か知っているんですか？君は？白石みちおの友人です。そもそもはあの子を蘇らせたくて。ああ、なるほどな。いろいろ教えてもらったからな。こっちも話してやれ、エリオ。わかりました。これはあくまで可能性の話だけど。はい。再見分の結果、白石みちおさんは自殺じゃなく、事故死の可能性もあることがわかったんだ。こっくりさんの情報と同じだな。やっぱり事故。猛スピードのワゴン車やトラックが衝突したら、同じ状態になる可能性があるって話だけど、その見聞はヨシミが進めていたものだから、彼は自殺じゃないと信じていたのかもね。ん？どうした？ああ、ワゴン車！猛スピード！どうした？やっこちゃん？どうかした？大丈夫？記憶？ああ、記憶が蘇ってる。ワゴン運転席、若い男、助手席に女、やっこちゃん、助手席に女。これは、あ、はい。あれ、私。気がついた。大丈夫？汗すごいよ。はあはあ。大丈夫、多分。ごめんなさい、お騒がせしました。大丈夫ならいいけど、驚いたよ。時々なるな、この感じに。
やっこちゃんだけ呪いが発言した時に気を失ってたんだよね。よしみさんがみちおちゃんのこと相談に乗ってくれていたんですね。でも肝心なことは何も話してくれなかったらしいから、白石さんがどんな事情を抱えていたのかはこちらもよく分かっていなくてね。そうなんですね。お母さん？お母さんならきっと何か知ってるだろうけど。でも白石家行った時、なんかしばらく人いない感じだったんだよね。城之内が白石さんを恐れる理由って何か知ってる？それは、うまく説明できるかわからないんですけど。なるほど、まあ大体察した。大丈夫、ありがとう。はあはあ、すいません、説明うまくできなくて。城之内が握っていた弱みっていうのが気になるところだな。そうだな。みちおちゃん一体何が。鼻チェックつかないけど住めなくなった。あとチェックついてないのはこれか、発見現場。あれ、ボス、鑑識班が呼んでいますね。ちょっと行ってきます。頼む。なんだろう、ボス、現場から少し離れた場所にこんなものが落ちていたそうです。城之内の殺害現場の近くに、少し離れた場所か。なんだ、リボン、リボン。リボンしてた気がする。なるほど。なるほど、髪を留めるためのリボン。はあ、そのリボン。坂崎さん、何か心当たりが。それ、みちおちゃんがいつもつけてたリボン。なんだと。それじゃあ本当に白石さんがここに現れたってこと、間違いないのか。はい、私も同じのを一緒に買って家にしまってあるから間違いない。やっこも同じものを持っている。はあ、本当かよ。まさか蘇ったとでも言うのか。まさか。ああ、チェックついた。ここ変わらんな。これでやっこちゃんの話が、もしみちおちゃんが蘇って生きているのなら一体どこに行っちゃったんでしょう。さあな。教師にやったように他のやつに復讐にでも行っているのかね。他のやつ、そんなに許せない相手がいるもんですかね。そりゃ例えば事故死だったとしたら、その相手もし本当に白石さんが蘇ったのだとして、せっかく奇跡的にもう一度生きられる機会を得たのに、それで果たすことが復讐って、なんだかとても悲しい気がする。そうだね。ああ、これで一通り終わったかな。今私たちから話せるのはこんなところだと思います。ありがとうよ、貴重な情報がたくさん得られた。俺らは根島文親と長澤真由の捜索を急ぐ。あとは白石道夫の家にも念のため寄っておきたいですね。そうだな、しばらくこの学校を中継場所にしよう。何かあったらここにいる捜査官に伝えておいてくれ。わかりました、ありがとうございます。私たちは荒石先生に話を聞いて呪いの解除方法を探ります。じゃあボス、俺たちも準備ができたら移動しましょう。もう分かれる感じですね。あ、場所移動が出てるね。会話は同じか。呪いの解除についてはジョーちゃんたちに任せて、俺らはまず根島と長澤の捜索だ。あとはヨシミの家お守りってのも何なのか気になるところ。気になるものはいっぱいあるね。これがここにいたって仕方ねえ。移動じゃあしますね。これはもしかして進むか。おーい、あー、そういう感じ。どうしようかな。
どうしようかな。迷うぜ。この二人はさ、なんかちょっと合流したっていうか、同じ路線住み始めたなっていう感じしますけど、やっぱ春江さんはテイスト違うじゃない？こっちの路線を行けるとこまで行っときたいなっていう気持ちが強いかな。ただ時系列的にはね、こっちの方が前なんだけど。まあこっち進めよっかな。坂崎やっこ行きますわ。セイマン、セイマンね。今回の事件の発端である蘇りの秘術、その噂を広めた当事者である荒石秀樹に話を聞くため、二人は彼の行きつけであるという喫茶店黒木郷に向かう。うん、向かってみます。本当にいるんだな。荒石先生はな、あー、これは黒木郷しか行けないですよね。うん、行ってみます。午前12時台か。もう全然時間ないじゃんね、日暮れまでね。あ、いい感じの喫茶店でありますね。なめどりあんじゃん。おう、他にお客さんはいないんかな。あ、視点変えられない。なめどりがいるのに。話が始まってしまったね。いいか、本来ならお前らは喫茶店に入るだけでも拘束違反なんだからな。いやでも、堤さんがいいって言ったから。警察の許可があるって話が嘘だった場合、私が処分されるということを忘れんなよ。一応なんか教師としての自覚というか、学校内でのなんか自分の立場が危うくなるのは嫌なんだな、荒石先生的にも。はい、大丈夫です。で、何が聞きたいんだ？教えてくれるかね？お、やったー。ちょっと、なめどり見ていいっすか？話の前に先に。これなんだ？これなんだろう？あー、スズメ？スズメ三兄弟ですかね？オスって言ってる。ナンバー8か。スズメ。チュン吉？チュンタ。惜しい。惜しい。チュン吉いない。チュンジとスパローか。スパローはチュン吉でよかったんじゃないか。スズメシか。スズメシ、チュンタ、チュンジ、スパロー。そうか。別に名前を当てるね、競技ではないですからね、ナメドリはね。まあでもまだ半分も行ってないんだな。全部集められてるかどうかはわかんないけどね。これで、あと店内か。マスターもいないんすね。店員さんというか。喫茶店か。初めて入ったけどなんかドキドキする。店内がタバコ臭いのは気になるけど。あ、黒木郷の資料ね。南割下水通りに面する喫茶店。目抜き通りにあるため、近所のビジネスマン御用達の店となっている。名曲やジャズのレコードが流れる落ち着いた店であったが、近頃は常連客の要望でアイドル歌謡を流したりもするのだとか。人気メニューはブレンドコーヒーとピラフのセットだが、大きなフロートの乗ったクリームソーダも密かな人気。喫茶店のクリームソーダうまいっすよね。昭和中期まではジャズ喫茶やシャンソン喫茶といった洒落たスタイルの喫茶店が流行していたが、やがて純喫茶を名乗る自慢のコーヒーとくつろげる空間を提供する店が増え始めた。また多くの喫茶店には公衆電話が設置されていたため、待ち合わせの場所としても都合が良かったが、世間的には不良のたまり場で柄の悪い場所という認識も強く、高速で出入りを禁じている学校も多い。そういう理由か。近年ではテーブル型筐体のゲームが大ヒットしたため、多くの喫茶店に人が押し寄せるという社会現象も起こっている。はあ、インベーダーの話してましたもんね。そうか、まあそういう理由もあるのかもしれないね、高速で禁じられているのはね。あとはないかな。先生に話を聞くしかないっすかね。